何も食べないと死ぬよ。お気遣い感謝しますけど、まだ食欲が戻ってこないんです。事務所が丸ごと全滅したし、当たり前よね。でも腹をくくりなさい。自分のせいだと思ってるの？はい、僕が止めたのなら、僕がもっと腕が良くて強かったら、僕が逃げさえしなければ。そう言うならあなたの責任よ。はい、あなたが愚かで弱かったから仲間がみんな死んだのよ。これで少しは落ち着いた？あなたが楽なように考えればいいの。何かが起こったら、その結果に分かりやすい理由をこじつければいいでしょ。実際の原因が何かより納得できるように考えたいわけじゃない。おい、チビども、あまりいじめすぎるなよ。いじめてないよ。いじめてたのはパメリだけだって。で、フィリップ、そろそろ話せそうか？はい、お気遣い感謝します。兄弟事務所なんだし、困った時はお互い様よ。申し訳ないことになったな。私たちはその時ちょうど12区の裏路地でねじれ事件を処理してたんだ。8時のサーカスにやられた奴らはただ快楽のためだけに狂気じみたショーを繰り広げていた。まるで地獄の祭りのようだったな。相当苦労したよ。だから私の体を一度交換したのよ。この体は本当私の好みじゃないけど。擬態ですか？でもその姿は倫理改正案に引っかかりませんか？擬態ではなく私の体のコピーよ。私は前から生体修復保険に入ってたの。パメリの体は跡形も残らず引き裂かれてて、この方法以外に解決策がなかったの。けど頭だけでも残っててよかったよ。戦用の保険ってお金だけかっぱらっていく泥棒だって思ってたけど、珍しく得したわね。そうだ、あなたの事務所はフィクサー保険みたいなのには入ってないの？まだ入って間もない新入りなのと、調べる余裕もなかったのでそこまではよくわかりません。後からでも調べるといいわ。保険の形態と条件もいろいろあるから。体を修復したのはいいけど、よりによってどうしてこんな体なんだろう。はあ？急を要するからってせっかく副射精術を施してあげたというのに、何よその態度は。高ければ何なのよ。鏡を見るたびに生きる意欲が損なわれるのに。その体壊してでも見なさい。いや、いっそ次はどんな方法でも修復できないように死んだ方がいいね。それならコピー代なんて渡さなくていいし。やろうっての？上等。サルバドールの言う通り、君のサンファチャを入れる腕前は確かなものだな。褒めすぎですよ。フィリップ、君の考えはどうだ？図書館はねじれと関係がありそうか？わかりません。ねじれを直接経験したことがないので。でもどんな場所よりも異質に見えました。師匠と先輩はそこで本になって。役に立たないな。この問題に関してはあちこちの教会が敏感になっている。教会だけではないな。翼と指もねじれ現象に対してどうすればいいかピンときてないからな。はい、そんなのはどうでもいいという顔つきだな。ねじれがどうあれ、君は今すぐにでも図書館に入って仲間の本を探したいというわけだ。正直言うとそうしたいです。でも師匠が残したメモには下手に行動せずオスカーさんを頼れと書かれていました。あいつも本当に困ったものを押し付けてきたものだ。この仕事はいつもこうだったが、
あいつの妻と子供たちは辛いだろうな。会ったことは？いえ、まだ伺ったことはないです。どうしてだ？面目ないからです。私たちの次の目的地は図書館だ。装備を整えておくように。ありがとうございます。勘違いはするな。目的地が同じだから連れていくだけだ。そして友に対して最低限の責任を取るだけだよ。少なくとも私の事務所で君のようなフィクサーを受け入れることはないだろう。水が濁るからな。仲間のために恩を返すために行動するのはそんな情けないことなんですか？どこに行っても情にほだされるなとか、階級に合わないだとか、間抜けだろう。フィクサーなら、いや、都市で生きてく人なら誰かのために行動してはいけないってことですか？イライラして聞いてられないわね。あなたが間違ってるって言った？そんな考え方のフィクサーはこの事務所では受け入れないってだけじゃない。そういうのやめてくれる？感情に動かされるやつほど背中を預けるには危ないやつはいないからね。あんた一人面倒見るからって私たちが全滅してもいいってことなの？君は自分が誰かのために行動すると固く信じてるんだろうな。公領として利己的な都市の人とは違い、自分は利他的に行動していると、それ以上の価値のために戦おうとしていると。しかしそれは完全に利己的な考えだ。利己的な考えの中でも自分を騙す最も危険な類のものだ。利他的な行動というものは人間にとってありえない。誰かのために命を捧げるというのも自分のためだ。それも周囲の人を蝕み破滅に導く、とても危険な利己主義。僕はそれらしい御託を並べてはいるが、本当に君がサルバドールや仲間のために熱を上げてるのかも疑問に思うな。先に準備しておきます。フィリップってやつが傷ついたかは知らないけど、俺も同意するな。自分ではない誰かのためって川の裏に隠れた利己主義ほどおぞましくて危険なものはないんだ。自分のためではない、誰かのための覚悟ほど恐ろしくて醜悪なものはないわ。その正義に犠牲を払うほどの価値があると思うほど、その自尊心によって周囲を見ないのよ。どうなっても構わないの。ただその正義のために他人を踏みにじりながら進んでもいいと思わせるから。なあ、今度は本当に分かり合えたみたいだな。感動したよ。シャンパンでも？ねえ、いつまでその顔なの？イライラさせるわね、本当。乗り越えていこうとしてるでしょ。気遣ってあげようよ。こんな細かいことであっても微妙にコンディションへの影響が出るの。いいです、僕のことは気にしないでください。皆さんの足は引っ張りませんから。君が足を引っ張っていると判断した瞬間、私は君を貫くからな。歓迎いたします、ゲストのお方。雰囲気があまりよろしくないですね。機械かと思ったが、人間が混ざってるのか？そう睨みつけないで。殺そうと思ったわけじゃなくて、ちょっと確認したかっただけ。ブレーネ、お行儀というのを学べなかったのね。図書館の司書はにこやかだって聞いたんだけど。いきなり頬を引っ叩いてくるようなゲストに、これ以上礼儀を貫き通す必要はないと思ったまでよ。すまないな、私たちの命がどうなるかわからない状況で礼儀をわきまえる暇なんかなくてな。さようでございますか。聞いた情報と全然印象が違うわね。それなりの苦労があったんでしょう。またこんなことに。こ
今度は最後まで一緒に戦えると思ったのに、僕はいつまで誰かの後ろに隠れて、僕があの人たちと最後まで戦えば何か変わったかな。僕にも何かに立ち向かう勇気があれば、そんな勇気でもあれば僕は逃げろって言われて、僕はためらったんだ。先輩と師匠を置いて逃げれば弱虫に見えやしないか、みんな一緒にいてほしいんじゃないか。でも僕が下した判断は、みんなのためという名目で言うことを聞いた。僕がここにいれば邪魔にしかならないんだ。僕はここじゃ何もできないから、外で助けを求めないといけないんだって。これは全部師匠と先輩のためだからって。これは誰かのためにやってるんだ。僕は誰かのために命を捧げる覚悟までしたから。でも今はその時じゃないってだけ。もちろん僕は最後まで誰かのために動くから大丈夫。汚くて醜い利己的な人、先輩と師匠のため、くさび事務所の方をここに引っ張ってきて、彼らの犠牲を当然に思ってまた逃げたんだ。僕のためじゃない、僕がやろうとすることを正当化させるため、何度も繰り返すあの人たちのための、他人のための、誰かのための、ための僕のための資料を隠して包み飾った言葉その言葉の通り、一番利己的で危ないのは僕だった。これ以上誰かのためという言葉で飾り立てたくないんだ。全てのことは僕のためだと、その何よりも僕のために、誰よりも悲しんでいる僕のために。悲しんでいる僕の代わりに泣いてくれる人はいない。結局この痛みは僕が抱えていかないとダメなんだろうな。この感情をなくせないままずっと抱えて進むしかないなら、その沼に沈んで挫折して、結局自分のいいように考えることを何度もやらないといけないのなら、いっそこの悲しみと共に起き上がる道を選んでやる。できるって信じてるから、やるべきことだから、どうやってでも前に進まないと。この力はきっと僕に与えられたチャンスだから。もうあのフィリップってやつは一体なんだよ。いつあんな工房の装備まで準備したんだ。いや、工房の装備でさっきみたいな性能を出すのは不可能なはずなんだが、これはむしろ EGO エゴみたいね。 EGO エゴ、自我のことか。くだらない言葉遊びを。本質は同じ、自我の殻、心を実体化したものよ。はあ、心？心を実体化するって、そんなふわふわした現象が実現できるのか。エル社の得意点だったわ。ちょっと違うけど、エル社は意図的に抽出したとすると、フィリップという人は白夜黒昼の影響でしょうね。そうね、ある程度は合点がいくわ。なんだよ、一人で納得して。じゃああんな力を金も出さず心からむやみやたらに抜き取れるってことか。私も直接発言したのを見たのは初めてだから、そんなにまくし立てないで。本当に気になったのなら、あいつが逃げないようにするべきだったでしょ。俺もわかんないよ、あのじいさんがあんな装置をつけてたなんて。相変わらず正直じゃないな、オスカーは。年寄りの友達が結構いたのね。そりゃあここでずっと生きてきた年寄りなんだし、フィクサーの仕事をしてれば
一度や二度くらい顔を合わせる機会はあるだろ。掃除屋の味は食事するたびに新しくなります。いつも新しいおぞましい味ですね。こんな汚い味がたくさんだなんて知らなかったです。前に食べたフィクサーの味が思い浮かびます。柔らかかったです。幸せでした。食べにくいほど美味しかったです。いい糸が出て満足でした。これから1週間は掃除屋だけもっと食べないといけません。私たちは糸を紡がないといけないですから。人差し指の指令ですから。その1週間の間に掃除屋の母が動けばどうしましょう。刈りましょう。そして食事をします。布を織らないといけませんから。知ってます。でも掃除屋が私たちを狙うとき、それに対する対策があるのか気になりました。彼らがまともに食べようと狙えば私たちにも限界がありますからね。掃除屋は今は静かです。理由はわかりませんけど、人差し指は私たちを狙っています。私たちは指示の通り記事を作らないといけないんですから。人差し指から他に指示はないですか？なかったです。それでも心配しないでください。人差し指はいい友達ですから。どうも、シャニクサイの皆さん、ご機嫌いかがですか？ご機嫌いかが？伝令ですか？ご機嫌いかがですか？はい、僕は大丈夫ですよ。新しい指令をお伝えしに来ました。図書館に行きなさいって。他の紙があります？指令ではありません。図書館の招待状です。指令によるとこれが必要らしいです。図書館に行かなければならないんですか？私たちは掃除屋を食べて記事を折らないといけないんです。メッセンジャーさんを食べてもいいです？美味しいと思いますよ。良い糸が出ると思います。ダメです。シャニクサイの皆さんは指令に従わないといけませんから。あなたたちもずっと糸を紡いでいたいじゃないですか。指令に従わないなら代行者が来ますよ。私たちには指令が優先されるのですか？順番を守らなければ指令がただじゃおかないんですか？図書館には新しい糸を紡ぐ材料があると思います。じゃあ指令の伝達も終わりましたし、僕はこれで。言わずとも分かっていらっしゃるとは思いますが、どんな指令であっても達成できないとどうなるか皆さんご存知だって信じてます。忙しいところ申し訳ないが、記事をもらいに来たんだが。どうも、親指の参加、国運会さんですね。国運会の皆さん、ご機嫌いかがです？親指の方で依頼したヌオープ記事いただきます。報酬はあのカバンに入っていますよ。それにしてもそろそろ指切りを始めるでしょうに、人差し指にしては露骨すぎますわね。姉さん、どうする？伝令とはいえ人差し指の直属、私たちでは苦戦を強いられるでしょうね。でも伝令だからこそむしろ好機になりえます。そうですね、僕は伝令役ですから。人差し指も変わりませんね。では申し合わせも済んだことですし、互いの行く道を行くとしますか。シャニクサイは図書館へと、私たちは記事を持って、伝令の方は行くべき場所が終わりのようで。あの組織は布を作るの？ああ、品質のいい生地はとても貴重なんだ。組織やフィクサーと同じくらい仕立て屋も重要なんだ。あいつらは陰で動いてるみたいだな。人間を食べて糸を紡ぎ出してるみたいだし。どうせ布切れでしょ。おいおい、布切れだって？まだ全然ご存じないようですね。この都市の土底辺で名が知られてるやつは考えもなしに動いてるわけじゃないんだって。あんたもゲストを見て分かってるとは思うけど、あの服は普通の服じゃないんだ。品質のいい生地は強化施術と同じくらい体を守ってくれるんだ。
でもいくら金を払ったとしても高品質の生地は買えない時があるんだ。工房や仕立て屋のメンバーに加入しないと手に入らないものもあるんだ。いろいろと金、名誉みたいな利害関係が入り組んでて、金だけで解決できないこともたまにある。もう私も気が遠くなりそうだわ。ま、それよりは一緒に目を閉じて願い事をするってのはどうだ。あなたも私の気を遠のかせるのね。図書館がターゲットにならないように願わないと。わかった、目を閉じて願い事をすればいいのね。本当にやってるのか。あなたの馬鹿げた話を止めるにはこうした方がいいと思ったの。はあ、とにかく指令が図書館に向けばどうなるかわからないんだ。五本指の一つ、人差し指が血眼になりながら行かれた方法でも使いながら粘りついてくるだろうな。人差し指？裏路地を牛耳ってる5つの巨大組織のうちの一つだ。裏路地を一手に握ってるから文字通り指ってわけだ。ほんと単純だな。とにかく指は翼に匹敵する力と影響力を持ってるから恨まれたっていいことないぞ。そして狂信者みたいな人差し指は指令に命を懸けてるんだ。奴らにとって指令は従わなければならないものなのね。そう、指令は必ず達成されなければいけないから。それに親指の傘下の組織まで割り込んでくるとかことが大きくならないといいんだけどな。誰が来ようと堅実に接待するのみよ。お腹が空きます。欲しいです。新しい糸を紡げます。楽しみです。歓迎いたします。ゲストのお方、ご機嫌いかがです。ご機嫌いかがです。ご機嫌いかがです。食べてもいいです。素敵な糸が出ます。青い色の綺麗な糸でしょうか。でも掃除屋よりはまずそうです。そうです、人間ではないみたいです。今は美味しいものが食べたいです。まずいのはうんざりです。はあ、私はここの館長兼司書のアンジェラで、どうかあなたの本が見つか。挨拶がこんなに短いです。それに心もこもってないです。消えました。くたびれました。疲れました。休みたいです。お腹が空きます。出たいです。切られたいです。骨が溶けます。肉が弾けます。死にはしません。すみませんでした。もうやめます。それでこの次はどうなると思う。流れとしては指のどれかとは確実にぶつかるだろうな。今のところ話に出たのがもうすでに親指、人差し指で、正直どの指でも頭痛いことになりそうだな。待ち遠しいわね。はーい、現場で血ヘド吐きながらくたばるのは私の役目ですからね。今さらではあるけど、ありがたくは思っているわ。はい、はい、もっと頑張っていきましょうか。メアリー、ここはどこだ。どれくらい過ぎたんだ。トミー、トミー、起きたのね。ごめんね、私もよくわからないな。どれだけ過ぎたのかわからないな。10日ほど過ぎました。10日ですか。気がつきましたか。3日も気絶なさってましたよ。ワープ列車って10秒以内に到着するんじゃなかったんですか。どうしてこうなったんですか。僕たちはどうなるんですか。ここはどこなんですか。私もよくわかりませんね、トミーさん。あなたの名前は隣の恋人さんからお聞きしました。私は看護師として働いているエレナと申します。こちらは私の病院の先生であるゼホンさん。はじめまして。あなたが気絶してる間、この方が看護してくれたのよ。こんな状況は私も初めてです。ワープは頻繁に利用してたんですよ。いつもは10秒くらい目をつむっていれば快適に着くんですけどね。先生は
こういった事故に関して何かご存知ですか？俺も全くない。こんな欠陥は W 社からしても致命的なのに、何の措置もないのはおかしいな。 W 社の心配なんかしてる場合ですか？ここに閉じ込められて飢え死にする羽目になったじゃないですか。トミー、実は私の方から申し上げますね。3日間眠っていらしたトミーさん、今喉の渇きは感じていらっしゃいますか？気絶している間いかなる水分の摂取もなかったのですが。喉全然渇いてないですね。ここでは誰も飢えや喉の渇きを感じていません。正確に言うと、生命維持に関連した生理現象にはいかなる問題も発生していません。どうしてそんなことが？一体何が起こってるんですか？そこまでは分かりませんね。少し待ってみましょう。私たちには時間しか残されてないようですし。時間ですか？トミー、疲れたならまたちょっと目を閉じててもいいのよ。私がずっとそばにいるから。僕もだ、メアリー。ずっとそばにいるから。トミー、トミー。メアリー、どうしたんだい？どうしてこんなにうるさいんだ？トミー、早く起きて、大変よ。こうなるとは予想していたけど。一体何が？隣の車両で騒ぎが起こったようです。今何やってるんだあの人？よく見ろ、よく見とけよ。こんな閉鎖された空間に2週間もいれば、こういうことが起こるものだ。あの人今自分の首を切ったんですか？これは興味深いわね、先生。確かにエイリーンが何の考えもなしに送ったわけじゃなかったな。これ見ろ。首が半分くっついてるのに、すぐに死ねないだろう。トミーが、トミー、こっちに、メアリー。あ、トミーさん、お目覚めで。一生分の気絶を味わってる感じがしますね。メアリーさんは精神的なショックが大きかったようです。ですね。まだ寝てますね。あの人はどうなったんですか？先ほど首を切った人は他の車両に隔離しました。300人も乗った列車の中でそんなことをやる人は一人や二人では済まないだろうな。隔離って死んだんじゃないんですか？そんなに血を流したら死ぬはずなのに、死体に対して隔離だなんておかしいじゃないですか。驚くべきことに、そうなんです。動脈が切断されているのに生きているんです。溢れ出る血が床に撒き散らされているというのに、その血と肉が体から分離しないんです。血の一滴くらいは床に跳ねたり染み込んだりするはずなんですけど、その人と一体化してくっついていたんですよ。そして精神を保ったまま意思表示をしていたんですよ。おそらく今でも首を切った苦痛を味わってるかと。一体何なんですか？こんなことはありえるんですか？わかりません。ごめんなさい、トミーさん、同じ答えばかり返してしまって。いえ、エレナさんに全ての答えを求める僕が悪いんですし。それでも
一つだけわかることがある。何ですか？おそらくこれが始まりだということ。気をしっかり持たないといけないでしょう。お隣にいらっしゃる恋人さんのためにもです。はい、そうしないとですね。トミー、隣の車両の美穂さんに聞いたんだけど、もう30両中5両が自殺者で埋まったって。心配しないでメアリー、まだこの車両の人たちは頑張ってるじゃんか。あのエレナとゼホン様のおかげだよ。この車両だけじゃなくても隣の6両くらいはあの方を信じて耐えているみたいだ。そう、お医者さんだからなのか、とても落ち着いているからみんな安心していられるんだ。そうですね、エレナ様とゼホン様がいなければ。メアリー、変なことは考えないようにしようか。皆さん、状況が悪化しています。私たちのいる7両を含む5から15両まではまだ団結できていますが、15両以降は深刻な状況になっています。3日前までは。その通りです、19両はもう死者でいっぱいだって聞きました。無差別的に突っかかってきて、人々の体を漁りながらまるで遊んでいるようだって聞きました。そうです、あの人たちはおそらくこの途方もなく長い時間を耐えるため苦痛を受け入れようとしてるのかと思われます。頭おかしいんじゃないですか。暇つぶしのためだけに互いを殺し合うだなんて。死んだわけじゃないけど。メアリー、手足ブラブラの状態で這いつくばって動いてるようじゃ死んだも同然だってば。そうだ、俺たちは耐えなければならない。自発的に自分の体をいじるのはどうしようもないが、他人にそういった苦痛を強いるのはありえない。エレナ様、ゼホン様、私たちはどうしたらいいんですか？私の弟たちもそんな奴らにやられたらどうしましょう？大事な人と離れたくはないだろう。せめていつ解放されるかわからない長い時間の中で愛する人と永遠を共にしたいだろう。はい、その通りです。それなら耐えられます。ゼホン様、何か方法があるんですか？私もトミーと離れたくないです。トミーもそうでしょ？当たり前だよ。それなら私たちを信じてください。皆さんの同意が必要なんです。そしてあの人たちと戦わなければいけません。戦うって？大事な人と引き離そうとする15両以降の悪い人たちのことです。狂ってる、みんな狂ってるって。トミーさん、まだ迷ってらっしゃるんですか？トミー、あの方を見て、そこまで悪くないと思うわ。もちろん私もショックを受けてないわけじゃないけど、トミーと永遠に一緒なら、それなら耐えられると思うの。ごめんメアリー、もう少しだけ時間を。トミーさん、ここで溢れかえるほどに余ってるのが時間ですが、私たちに残された時間はそう多くはありません。無理強いはしない、選択次第だ。やります、やりますってば。トミー、お決まりですね。14両の人がどうなってるのかこの目で見てきたんだ。すでにあいつらにやられて苦痛で目を向きながらよだればっかり垂らしてたんだ。メアリー、君をそういう風にはさせない。トミー、私もよ。よろしいですね、すぐに開始いたします。先生、すぐ準備を。うん。トミー、調子はどう？よくわかんない。でもこれで安心だ。君の生々しい心臓の音を
感じられるから。私もよ。私たちは離れないの。皆さんの愛のおかげで重量までは無事です。先生方が私たちに新しい体をくださったおかげですよ。よかったですね。皆さんの愛がお互いを守ったんですよ。先生、重量から急な支援要請が来ました。トミーさん、メアリーさん、重量に行って力を貸してあげられますか。はい。でも私たちは戦ったことなんて、力もそんなに。きっと互いを思う心が新しい体に力を与えるでしょう。わかりました、信じます。自殺者をぎゅうぎゅう詰めに押し込むくらいはたやすくなったわね、トミー。だよね、先生の言う通り、互いを思う心が僕らに力を与えたんだ。ボコボコにしてもゾロゾロと這い寄ってくるわね。それでもしばらくは静かにしてくれるだろうね。町へようこそ、トミーさん、メアリーさん。トミーとメアリーこそこの愛の町のヒーローだよ。トミー、メアリー、かっこいい。来たわね、トマリー。どうしたの、お母さん。最近どう、変わりない？ずっと同じです。血の塊を四角に折るか三角に折るか悩むくらい。素晴らしいわ。あいつらは苦痛を楽しむんだし、やられる側としても幸せでしょうね。そのお父さんは。ちょっと前の車両に用事があるの。それでどうしたの、お母さん。ようやく面白いものを受け取ったのよ。エイリーンの言う通りなら、あいつらも見るだけ見たってことでしょうね。面白いもの？図書館の招待状。前に都市伝説で有名だった図書館よ。知らないの？あなたたちの後ろにいたフィクサーがこの招待状を受け取って忽然と姿を消したじゃない。ごめんなさい、お母さん。図書館って何？前っていつのこと？ああ、そっか。こりゃ申し訳ないわね。お母さんはごめんなさいしなくてもいいんだよ。私たちがバカだから。ごめんね。いやいや、きっとあの方なら笑いすぎてちょっとは涙が出たでしょうね。ごめんなさい、ごめんなさい。お願いだから、お仕置きだけは。叱ってるわけじゃないのよ。お仕置きもしないし。さあ、受け取って。それに、町の人と一緒にサインすればいいのよ。もし無事にその紙に書かれた本を持ってこれたら、成功よ。ご褒美をあげるわ。ご褒美？わかりました。どうせ帰ってこれないでしょうけど。724,284日。その大丈夫？気分が優れないように見えるけど。虫巣が走る。私が人間じゃないせいで履けないのが残念ね。いくら何でもあんなのを見ればそうなるよな。一体あの列車にどういう問題が起きて1000年以上も止まってるんだよ。外は大丈夫なのか。俺が見た感じだとそこまで時間は経ってない気がするんだけど。俺たちもあれをぼんやり眺めてたらえらく時間が過ぎてたりはしないのか。私たちは因果の断片しか見てないから1時間も経ってないわ。でも図書館の外は。きっと外の時間も過ぎてないはずよ。あのゲストは特別よ。必ず本にする必要があるわ。あ、初めてだ。町の外に出てこうやって町の人と一緒に新しい場所に来れるなんて。歓迎いたします、ゲストのお方。
こんにちは。あなたは誰ですか？図書館の館長兼司書、アンジェラです。愛の町のトマリーです。アンジェラ、私、お母さんにここから本っていうものを持って帰ってこいって言われたんです。あちらの扉に入っていけばお探しいただけます。ありがとうです。あなたはトミーとメアリーのことを覚えていますか？トミー？メアリー？誰ですか？お気になさらず、どうかあなたの本が見つかりますように。得意点の故障かどうかは知らないけど、私のような目に遭った人が一人や二人だけじゃないってことは分かったわ。ま、どんなことでも起こりうるからな。ちょっとは慰めになったか？全く。私は違うわ。私は二度と同じ目には遭わないから。私はあの人と違って自分のことを守り抜いた。私は時間に蝕まれずに耐え切った。私は崩れなかったの。私は…ちょっと落ち着いて一息しようか。ふと辛い記憶で胸がいっぱいになった時にはそれを重く受け止めないといけないんだ。ダメですよ、これはいけませんね。もうお金はないんです。お金がないなら私たちの保護をこれ以上受けてはならなかったのですよね。外は煙が立ち込めているんです。出ていけば何が起こるかもわからないじゃないですか。きっと死んじゃいますよ。だからといって家に立てこもっていればいつ襲われるかもわからないじゃないですか。この方たちも本当素の人だからか、あんまり話が通じませんね。それでもこの辺りで一番稼ぎの良さそうな方だったんですけど。姉さん、一つ落とし前つけていくか？お願いします。この方々もそろそろ裏路地の掟を学ぶべきですからね。おい、今度の勉強代はタダにしてやる。一人ずつ片腕もらってけばいいよね。お願いします、今回だけは許してください。あなたたちには血も涙もないんですか？あなたたちは私たちが裏路地で血と泥にまみれてた時も巣の中で悠々と腹を満たしながら高みの見物ばかりしてたじゃないですか。よく考えてみると厚かましいですね。ヤン、この方の目も一つもらい受けますよ。わかりました。腕一つずつは一旦もらい受けるとして、あなたたちがいきなり家に押しかけてきて刀を突きつけながら保護費を出せって言ったんでしょ？でも私たちが保護しなかったとも。ここに来る奴らはみんなこっちが片付けたってのに。メモ一つずつもらってきますね。どうしよう、これからどう生きれば。一夜にして巣が崩れて。てめえらはガキか。裏路地じゃ普通この程度では済まないからな。さあさあ、私たちはこれで。どうか今日の教訓をお忘れないよう。何かをもらえばそれ相応の何かを渡す必要があるのです。それにここを担当したのが私たち国運会ではなくて薬指だったら、考えただけでも恐ろしいですね。ああ、そして部屋は明日までに開けておいてくださいね。銀、この家の権利書ももらっておいてください。次に来る子らは私たち以上に容赦ないから、早く出てった方がいいですよ。保護費も徴収して記事も用意したし、これから納めに行きますかね。あら、そうだ銀、
エルシャの巣の状況はどうですか？過酷だ。親指と人差し指が一箇所で交錯するのは久しぶりだし、みんな相当この土地が欲しいようだな。私たちも同じじゃないですか。錆びた鎖も厄介でしたけど、最近は小麦の奴らとも血を見ます。事態が激化する前に、上納した後で小麦と少しお話をする必要があるでしょうね。姉さん、どうかお逃げください。なんだお前は。調子はどうだ、儲かってるか。頭が犬ですね。真っ黒な犬の頭。最近の若い子の間でああいうのが流行ってるんですか？副組長、おそらくですが、最近狼の時間と呼ばれているやつみたいです。あら、犬じゃなくて狼だったんです？いくら見てもお犬さんにしか見えないんですが。笑えるよな。笑えるうちに笑っとけ。ここにいる国運会がだいたい100匹くらいか。全部片付けられるとでも言いたいのか？ああ、そうする。あの犬、しつけが足りてないようですね。ふう、弱くなったな。こんな姿になる前の私だったら、お前らそのままぶっ潰してたよ。みんなここに正座してくたばったやつはどうしようもないし。何が欲しいんですか？ああ、欲しいものはたくさん。お金もたくさん欲しいし、一度巣にも住んでみたいし。でもその前に音楽でもやろうかと思って。畜生、聞いてなれるか。おお、いい感じに頭飛んでったね。私たちに何を望むのですか？ああ、私がお前らに望むもの？そうだ、その話だ。とりあえずお前ら布切れあるだろ。あれちょっとよこせよ。このヌオーボ生地は親指のものですが。私の体調が興味を持ってたからな。結構いい布だって。演奏前にみんなに服を仕立てようとしてるみたいだな。親指を敵に回せばどうなるか知らないはずはないと思うんだが。親指？まとめてかかってこいよ。全部ぶっ潰してやるから。あと、こいつら連れて図書館に行ってみろ。図書館？このエルシャの巣の中心にあるあの図書館のことですよね？ああ、そうだ、それ。あなたもやはりこの地でお金を稼ごうとこんなことをやっているんですね。違うって言ってるのに。お金を稼ぎたくはあるけど、とりあえずは音楽が先だって。どうしてだ？お前ら知ってるか？私の隊長、いや指揮者の旦那がおっしゃるに、音楽をやるならここにいる親指とか人差し指とかの組織を片付けろってね。ぴっちり着飾ってね。そして図書館もちょっと手伝いして。図書館の手伝いですか？おい、顔伏せろ。ぶちのめされたくないなら。とにかくお前らはこれ受け取って、私の言う通り図書館に行けばいいんだ。早く行けよ。おいおい、何やってるんだ。私の目の前で招待状を使わないなら、骨から肉をそぎ落としてやるから。皆さんご準備を。手が震えてるけど大丈夫なんだろうな。もしかして切れそうなのか、私に対して。いいえ。そして図書館で本が手に入らなかった場合にも私にやられるからな。とても過激ね。エルシャが崩壊して指が巣の土地をめぐって争うとか、とんだ大騒ぎだな。両者はどういう関係なの？地上げって聞いたことあるか？翼が折られた巣は崩れて、自然と裏路地みたいな環境になるんだ。主のいない土地にはルールもないからな。
いろんな組織がそこを占拠しようと前もって土地を確保しておくんだ。その次も、いつまでも翼が空席ってわけじゃない。巣に認定された新しい翼に先取りした区域を売りつけるってわけだ。もちろん翼がフィクサーや他の組織を雇って暴力に訴えて追い出すことはできるけど、それはその時に考えることだ。もともと住んでた羽はどうなるの？住んでた奴ら？なんとかして活路を開かないとな。フィクサーを雇うなり、裏路地に追いやられるなり、他の翼に入社するなり、翼がおられた以上、巣はもう住民の安全を保証してはくれないし。年らしいわね。何が何でも自分の手で捕まなきゃいつか捨てられるだけだ。ところで、あのワンコは一体誰だよ？ねじれのようね。ねじれ？俺が思ってたのと大違いなんだけど。ええ、かなり理性的よ。あれが理性的だって？あなたよりずっと。はあ、こうしちゃいられないのに。あの犬頭は一体どこから湧いて出ただっての？脳なし犬は昼吠えるとはよく言ったものね。副組長、落ち着いて。この件を処理したらすぐ親指に報告しようって。そうですね。親指所属の国運会をこんな目に遭わせるなんてありえないですよね。その通りです。そして状況は良くないけど、招待状に書かれた本、きっと悪くはないはずです。謝肉祭も結局本になりましたね。そういえばこの本はゆる社の巣とも関係がある本だな。歓迎いたします、ゲストのお方。どうやって私たちに必要な本を集めておいたのですか？それが図書館の役目ですから。血を吸った場所の匂いだ。ゲストの方からも血の匂いが伝わってきますね。あら、そうですか。帰ったら熱々の温泉にでも行きますか。いい考えですね。今日みたいに月のない日はお湯の中で体を伸ばすに限りますね。酒は俺が買ってくるか。けどまだ潰れてない温泉とか酒屋がエルシャの巣に残っているのか。それもそうですね。報告することも片付けることも山積みで、考えるべきこともたくさん。いつまで騒いでばかりいらっしゃるのですか？せかさずとも。では入ってみますかね。どうかあなたの本が見つかりますように。これからエルシャの巣を狙うやつが大勢来るだろうな。いつもそう言ってるじゃない。何か変わったことでも？さっきの犬頭のやつが言ってただろ。親指と人差し指、そして自分の所属している集団、ポットでの組織ならまだしも、指にあんなことを堂々と言えるならそこまで弱い組織ではない気がするし。大きな組織だけではなく、それ以下の組織もこの構想に割り込まない理由がないってことね。まあそうだな。上の奴らが興味を持てば自然と下の人にも伝わるんだ。親指や人差し指みたいな指が直接出向くことはないだろうけど、下の奴らが弱いってわけでもないから、図書館にとってはいいかもしれないけど、今の状況でこれ以上ことを起こせばこっちで対抗するのも難しくなってくだろうな。他の指が絡まってきてことが大きくなりすぎないといいんだけど。結果が良ければ私はそれで満足よ。みんなお疲れ様。今日も元気いっぱいだな。何してるんだ？ノーラン、師匠と訓練してたの。いい感じだな。仲がいいんだな。みんなロボトミーの時一緒だった職員だから。あの時はみんなと一緒に働けなくて後ろで補助ばっかりやってたの。今回は一緒に働けて嬉しいんだ。昔のロボトミーの職員か。感慨深そうだな。そう。そして昔は謝って職員のみんなをひどく責め立ててたの。
でも今度は違う。できることからコツコツやっていくつもりよ。過去に直面し未来を作れ。歴史の本質を言ってるみたいで気に入ってるの。確かにそうだな。でも歴史を通して学べる人は稀にしかいないよ。白々しい格言は知っていても実践が難しいからな。昔のこといろいろと考えてみたの。私はエリアって人だった。君の一度目の人生？うん。平凡に都市の巣で育って、平凡に勉強をしながら学校に通ってたの。特別なこともなかったわ。お金が特別多かったわけでも、才能が特出していたわけでもないから、エリアが住んでいた巣の住人はみんなどこか焦点を失って虚空を見つめてるみたいだった。都市で白くて黒いものだけを見てたの。でも巣はキラキラしてて色も鮮やかじゃないか。たまに目が痛くなるくらいには豪華だったけど。それはそうだけど、人が文字を読むのに別に色は必要なかったのよ。白くて黒いものを入れるのにも疲れるのに、余計な色まで目に入れる余裕はなかったの。ふん。ということはエリアは色が見れたってことか。見れたというよりは見ようとしたの。色が最初からなかったわけじゃないから、エリアはみんなに分かってもらいたかったの。色というのがどれほど多彩で眩しいのか。違う色が混ざれば新しい色が生まれるように、果てしなく変わっていけるのがまさに色なんだって。エリアはそんな考えをしていたみたい。まるで人事みたいに話すんだな。正直エリアと私が同じ存在だって感じはしないわ。時が流れたせいかな。他の司書もみんなそうだと思う。むしろ私の人生はロボトミーで与えられた2度目の人生のマルクトから続いてる感じがするの。だから最初の人生のエリアはどこかちょっと馴染みがないの。そうだった人間が私の中にある感じ。懐かしくて切ない感じね。俺はよくわからないけど、結局いいってことか。うん、そんなに悪い気分じゃないし、ようやく私自身を振り返る余裕ができたみたい。私が生きてきた日々をね。私たちは振り返る時間が本当に足りなかったの。前ばかり見て走り続けたから。そしてもしかしたらアンジェラも。みんな振り返る余裕がないんだよな。俺も今も前ばかり見て走っているから。でもな、現状が行き詰まってたり未来が心配な時、過去を振り返ってみると解決策が見つかるんだ。そうみたい。当面の問題を解決できるかはよくわからないけど、アンジェラが言ってたことに対する答えはある程度見つけられた気がするの。君が誰だったか、どうやって生きたいかの話？うん。その時は夢と言えるものがなかったけど、今は違うの。もしこれ以降私が何か別の仕事をしてる姿を夢見るなら、私は建築家になりたかったかもって思うの。建物を設計して完成まで全てに責任を持って指揮する人のことよ。建物ってトンカンやってれば立つわけじゃないんだな。そうよ。機能的に作り出せる最大値から最も美しい外観を考えることから始めないといけないから。そんなややこしいのか。知ってる？ローラン、人間は建物を作るけど、後々は建物が人間を作るってこと。今まで生きてきた人はどうしようもないけど、新しく生まれてくる人々がこの都市の建物を見て育てばどういう影響を受けるか。もし私が全ての人の記憶に残る色の込められた建物を作れたら、そんな気がするの。マルクトならうまくやっていけると思うけど。似合うし。ありがとう。ノーラン、あなたも私みたいに過去を振り返ってみるといいと思うわ。俺はいつも後ろを振り向いてるんだ。とにかく
建築家の夢を実現できるといいな。ここはほんと静かでいいな。ほどと似てここの司書も落ち着いてるみたいだし。あ、ローラン来たのね。今は静かに見えてもみんなやるときはやるのよ。たくさん頼ってるの。俺もこっちの司書に結構頼ってるな。一緒に何やってたんだ？本の整理じゃなさそうだけど。読書会をやってたの。気に入った本を読んで話し合うのよ。こっちの司書とは似合わない集まりだな。みんな参加してくれるみたいだな。うん、そうね。思ってたより積極的に手伝ってくれたわ。何人かはめんどくさくて反発しただろうに。寝作だったらな、もうどこかに逃げてそうだよな。そうね、寝作なら本当にそうしたでしょうね。でも昔とは違う感じがするの。ロボトミーの時にも私は似た集会をやったことがあるの。そうか。平和な読書会じゃないよな。そうよ。職員たちと定期的に相談をして、幻想体にやられるのが怖くて震えてばかりの職員の力になりたかったの。でもその時は身勝手にやりすぎて、少しでも相談を迷惑に思うなら傷ついて中身は腐っていたの。私が手伝おうとしてるのに、どうして私の気持ちを分かってくれないんだろうって。こういうのは申し訳ないけど、結構面倒な性格してたんだな。でしょ。私もそう思うの。私は本当に人を助けたかったわけじゃなくて、ただ私が慰められたかっただけなの。最初の人生で私が犯した過ちを許されたかっただけ。どうにか他人を助けることでね。それで職員の助けにはなったのか？いえ、やっぱりそんな風にやって助けになるわけないでしょ。私はエンケファリンにも手を出したの。エンケファリンか。麻薬にも手を出すなんて結構重症だったんだな。そんなことまでやったのに、私はどこからも救われることはなかったの。何をやっても私は悪い人で、私は罪人という重荷を取り除けなかったから。その重荷を下ろせると思ったらアンジェラが最後に台無しにしたのか？ええ、本当にそうだったわ。アンジェラが立ちはだかった時にそう思ったの。利己的でしょ。今度こそ食材ができたのに全部不意になったな。笑えるでしょ。間抜けなことにその時も気づけなかったの。一つの行動だけでいい人やもっといい人にはなれないということに。行動じゃなくてそうさせる心が大事なのに。心境が変わったきっかけでもあるのか？うん。皮肉にもここで他の司書とまともに向き合って話して、今みたいにいろんな集まりを開いてたら分かったの。今回の読書会も慎重に提案して、ローランの言う通り気に入らない司書もいたわ。でもこの集まりを開くにあたって私がどういう気持ちなのかお互い話し合ったら積極的に参加してくれたの。方法や行動が大事なわけじゃなくて、心をぶつけ合う必要があったってことなの。結果的にはいいことだな。そうね。もしかしてアンジェラはこういうことも期待してたのかな。ふん、プライドの高い我が艦長様がそんな繊細な心遣いをするのだろうか。だから今度はまともにぶつかってみるわ。何を？
私の気持ちと考えをまともにアンジェラに。結構勇気がいると思うけど。ええ、今もアンジェラとは距離もあって怖いとは思ってるけど、それでも近寄ってみようと思うの。俺もそばで応援してあげるよ。状況が悪くなったら昔みたいに手足が飛んでくるかもしれないのに。もちろんちょっと離れたところで。ローランも私と同じで臆病なのね。臆病者同士、勇気出していこうか。うん、応援ありがとうローラン。自然科学の会か、5つ目の会も開いたか。指定師匠はティファレット。なんでみんな名前がこうなんだ。もしもし、ティファレット、そこいらっしゃいますか。うるさい。くっ、目の前にいるのにどこ向かって大声出してるのよ。なんだよ、完全にチビじゃんか。こう見えて昔より結構伸びたのよ。ああ、ロボトミーの時より。いいえ、初めて死んだ時のことよ。その時は本当にチビだったんだけど、ここじゃちょっと年を取った体で起きたみたい。図書館の力なのかアンジェラの思いやりなのかはわからないけど、司書の仕事をこなすのには適してるでしょうね。それに今まで生きてきた時間で考えるなら、この姿よりかはもう何年か年取ってるでしょうね。それはそうとして、初対面でグーはひどいだろ。昔の嫌な記憶が思い浮かんでくるんだよな。あなたが間抜けだからでしょ。名前は？ローラ。土底辺でフィクサーの仕事やってて、今はアンジェラを手伝ってる。見た感じ上層のみんなにはもう会ったみたいね。上層？この階の方が上じゃないのか。今度は仮想なのね。どういう意味かはわかるでしょ。というか分かって。やれやれ、気難しいんだな。私はティファレトよ。自然科学の会を担当してるの。科学なら血と頭を使わないとな。これこれ、しつけがなってないな。二度も同じ手が通じるわけないだろう。結構容赦ないけど、それでも遅い方だからな。バカにしないでくれる。私も仕事が仕事だから、科学に関しては昔いろいろと拾い聞きしてたものが結構あるのよ。多分生きてきた日数で比べるなら私の方があんたよりずっと年上よ。年だけ食ってどうするんですか。言動がそれに伴わないと。ふん。アンジェラはどう？いつもなんか気になってるんだ。時にはほんと子供みたいなんだよな。そうでしょうね。アンジェラが生きてきたのは地面の下だけだから。ああ、外を見れないまま生きてきたって言ってたっけ。お前は他の司書みたいにアンジェラに対して悪い感情をそんな持ち合わせてたりはしないみたいだな。だいたい事情は知ってるから。誰よりも残酷だとは思ってたけど、眠ってる間いくつかの過去の出来事を見たの。そしてあなたが私を起こす前までの出来事も。だからアンジェラのことが理解できないわけじゃないのよ。これから目覚める司書も大体の状況は掴んでると思うわ。上層、いえ仮想の子たちは相変わらずまごまごしてるみたいね。だからアンジェラの選択に賛成するのか。最後にどんな選択をするかによって賛成するかどうかを決めるわ。少なくとも当分の間は助けるつもりよ。なんだかんだでみんな目的は同じなの。図書館を完成させるのか。そうよ、光は7日間照らしてこそ意味があるから。こんな友好的な司書に会えて嬉しいよ。じゃあ次来る時にはおまけに童話でも持ってくるよ。これでエルシャ、白夜黒昼、ねじれ、そして図書館、この4つの要因が一つになった。まさかって思ったよ。図書館が白夜黒昼の鍵だったとはね。特定できなかった図書館の位置についてもまたようやく観測が完了した。
図書館の危険性が向上するほどその実態が明らかになっているのだろうか。霧が立ち込めるエルシャの巣の中、蜃気楼のように揺れる図書館、みんな近づこうとしたけど、いつの間にか道に迷ったのよね。私たちもそろそろ準備した方がいいでしょう。あの幻想は霧が晴れていくと同時にだんだんと現実へと近づいているから。それなら。ええ、公文書が送られてきたわ。今日から図書館は花協会本部に都市役務として指定されたから。近づいてるか。何に。そりゃ君が望んでた自由に近づいてるかってことだよ。わからないわね。でもたった一つの本は完成に近づいているわ。その本さえあれば君が望む全てをきれいさっぱり解決できるのか。図書館は言葉通り無限の可能性を秘めた空間よ。存在し得る全ての綴りを本にしたためるの。でも単なる可能性のかけらを集めてもそれはゴミに過ぎないわ。あまたの可能性の中から私が必要とするたった一つの本が作られるように編み上げてくれるのが招待状というわけよ。招待状が導く通り本と光を編み上げればたった一つの本が完成するはず。欲する全ての答えがしたためられた本を作ることができるの。確かに理論上は不可能じゃないけど。理論的な可能性にだけすがってるわけじゃないの。たった一つの本を作る過程で都市の様々な面を見て学べたの。これにも意味があるわ。そして再び悟ったの。本がなければこの都市で答えを得る方法がないってこと。都市じゃ答えを得られないだって。都市の人々をはじめいろいろな本を読んで分かったことがあるの。都市では誰もが不自由ってこと。みんなどこかに縛られているということよ。自分がやりたいからできることはないみたいね。フィクサーは事務所の命令を、事務所は教会の命令を受けて命を投げるの。組織もそう変わらないように見えるし、みんなどこかに向かっているけど決まった目的地はない。これは自分で決められることでもないし、流れに身を任せ同じ方に向かっているだけよ。都市じゃ金さえあれば自由でも何でも望むものが手に入るはずなんだが。自由にはなれるけど実際そうでもないわ。むしろ自由を望んでないように見えるの。自分以外の何かに従いたがっているの。時には所属で、時には他人による評価で自分自身を定義するのよ。本質が脆すぎるせいで殻がなければ自分を特定できないから流されていくの。そう、都市の人は病気にかかっているというのはこういう意味でしょうね。結局都市の人の自由のために私は地下に閉じ込められて利用されたってことよ。私の自由を代償に誰かに自由を与えるため、自分が悟ったことを都市にばらまくため。昔の職場の話か。ええ、むしろこのくらいになると全部ぶち壊したくなるわ。全てで潰してしまいたいの。私の自由は無責任に私を作っておいて苦痛の中に放り込んだ責任は誰が負ってくれるの。たまには図書館だとかたった一つの本だとか全て投げ捨てて全部忘れてしまいたいの。生まれた瞬間から徹底的に拒絶されるのってどういう感じなのかわかる？私はわかるわ。私を作った人がそうだったから、いっそどういうところがダメだったか言ってくれればよかったのに。私が受けたのはそのいかなる期待すらこもっていない冷たい目線とかすめていった一言だったわ。普通の人なら聞こえもしない小さなつぶやき、結局はただの機械だって言葉。今でも私はその瞬間をまるでついさっき起こったかのごとく鮮明に思い出せるものだから恨めしいわ。聞きたくないことも聞こえる私の体と、覚えていたくないものを忘れられない私の頭、
その人も本当に意地が悪いな。反復作業が必要ならどうして倫理改正案まで破りながら人間みたいな感情を持てるように君を作ったんだ。最初から感情を感じられたわけじゃないわ。退屈な反復を通じて私の中でだんだんと目覚めていったの。いえ、むしろいつか感情が芽生えるように設計されたのかもしれないわね。感情が必要な反復作業だからでしょう。長い時間を耐えて繰り返さないといけない舞台の中、少しずつ変わりゆく状況の中でも目標に合わせて自己判断ができる何かが必要だったのよ。台本から外れないように統制することのできる彼には人間のような機械が必要だったわけじゃないの。機械のような人間が欲しかったということよ。私なりにループを耐えるためどれだけ反抗してきたんでしょうね。反抗って？目を閉じるの。記憶に入れたくないけど入れないといけない瞬間が連続して訪れるとき、私ができるのは目を閉じることだけ。それが私のできる最小限の、そして最大限の悪あがきだったから。ひどいな。それでも君に与えられた舞台ってのはどうにか終わらせたじゃんか。これからは次のことを考える余裕があるだろ。過去を忘れて次に歩んでいけとでも言うつもり？ほざくなら状況を見てからにしなさい。私は絶対に忘れられないの。いくら目を閉じてもどんな顔や状況が流れていくのか、バカであっても覚えられるくらい長い時間を繰り返した。ついにその全てがとてもゆっくりとじわじわと記憶に染み込んでいったの。一度染み込んだものは忘れられないの。今も鮮明に覚えているから。だから何事にも決着をつけずに行ったあの人を許すことはできない。勝手に作った私の人生を時間の中に押しつぶした。君に過去を乗り越えろって言う資格なんて俺は持ってるわけないだろ。でもその次のことくらいは考えた方がいいよ。自分のための最小限の兵くらいにはなってくれるから。終わりの見えない復讐の中で足場になってくれるだろうから。そんなに私のことを思いやってくれるだなんて知らなかったわ。結果的には俺のためだからな。それでもだんだんと変わっていく私の体を見る限り、どこかに向かっているのは確かよ。機械の塊だった私の体が肉付き、血が流れているの。たった一つの本にたどり着くにはまだ遠いけど。もしかして人間になりつつあるのか。まだ完全ではないけど、そうみたいね。もしかしたらこの道の最後で私も完全な人間になれるんじゃないかしら。人間になれたら多くのことを忘れられるでしょうね。これ以上記憶の洪水に飲まれることもなく、忘れたいことを垂れ流せるのなら、あなたの言う次を考えることもできるでしょうね。